こんにちは、大家さん専門税理士の田辺浩司です。こんにちは、大家兼不動産屋の広田です。今日ですね、はい、ちょっと私がですね、はい、税理士向けに、はいはい、ちょっと書いた、はい、記事がありましてですね、はい、それはついこの間載ったんですよ。これ税務広報、税務広報専門的なというか完全に税務署ですね。税理士以外誰も読まない、読まないっていう。でそこでですね、特集があって、マンションの評価と問題っていう形で、今ちょうどですね、はい、通達を変えようとしていて、マンションですね、区分マンションなんですけども、はい、あの評価をちょっと見直ししましょうっていうような、ところが、あったんですね、はい、でそれの記事を書いてくれたことで、はい、あともちろんその評価が変わるっていう記事は他の先生が書いてるんですけど、はいはいはい、私も回ってくるわけですよ、はいはい、で私は何を書けば、何が書けばいいんですかって言ったら、私は賃貸系のことしか書けないと思って、思いっきり賃貸系のことを書きました。なるほど。はい、つまりですね、評価ももちろん大事だけども、ちゃんとこう、空室とか埋めていかないと、評価どころじゃないし、評価も実は上がっちゃうんですよっていう話をしているわけですよ。でそれを税理士として、税理士としてどういうアドバイスをすればいいのかっていうところを、私が記事にまとめさせてもらったというところなんで、ほぼ税金の話を私してます。税理士が見る記事の中に、ほぼほぼ税金の話全くしてなくてですね。で、何を書いてるかというとですね、ちゃんとこう、ね、行動しないといけないですよと、不動産会社さん、はいはい、そういうアドバイスしなさいよって書いてあるんですけど、はいはい、こういう私文章書いてます。私は不動産オーナーに、経営力があるかどうかを一瞬で見極める方法を知っている、うん、一瞬で見分ける、ね、一瞬ですよ一瞬何だと思いますか、ねはい、これですね、私は、うん、これ見極める方法本当にあると思っていて、何かというとですね、空室にスリッパがあるかどうか、はい、これだと思ってるんですよ、はいはいはい、もう昔から言ってますよね。ですね。スリッパを置きなさいと。もうどうだろう、もうずーっと前から、はい、もう賃貸経営の入門書といえば、うん、空室になったらどうするの、なんか1ページ目に書いてあるような。1ページ目に書いてあるようなこと。そうそうそう。それができてるかどうかですね。まあ、実際ね、スリッパがあってもなくても変わらないかもしれないですけども、うんはいはい、でも、そこの、なんですかね、やっぱりこう、おもてなしの気持ちですね。気持ちも、はい、はい。想像力かなと思っていて、はい、何もないところに、はい、じゃあ内見来ましたってところですよ、はい。スリッパがないところで。じゃあ、靴下で、ねうん入りますかっていう話なんですよ、はいね。そうすると、ちょっと汚れてしまうっていうところもあるわけじゃないですか。はい、そこら辺の、やっぱり、こう、おもてなし、相手がどう感じるかっていう想像力。はいはい、これが、うん、賃貸経営にとってはすごく大事なんじゃないかって思うんですけれども。はい、これね、もう一つ僕大事なところがあると思って、はい、スリッパを、はい、意外と少ないんですよね。うんはい、僕、不動産屋さんとして、内見とか昔、最近行ってないんですけど、行くとほとんどないんですよ。はい、でまあ、それはいいんですけども、うん、スリッパを置いて、今、渡辺さんが言われた、おもてなしの心とか想像力っていうのも大事なんですけど、スリッパを置くってことは、物件に行かなくちゃいけないんですよ。まず、うん。で、もう一個、二回行かなくちゃいけないんですよ。うんうん、まず、空いたよ、クリーニング終わりましたよ、うん、じゃあお迎えしましょうねって置きに行く。で、今度決まりましたよって言ったら、片付けに行かなくちゃ。二、うんうん、回行かなきゃいけない。うんうん、ってことは、二回物件を見なきゃいけないってことなんで、うん一回目はちゃんとね、はいはい、クリーニングできてるかっていうところですよね、うん。で、もう一回、その次入ってもらうときに、もう一回見て、うん、なんか不具合ないかってチェックができるっていう意味でも、はい、やっぱりそういう意味でも大きいと思うんですね。うんはい、そうですよね。結構、管理会社さんにお任せしちゃって、はい、自分の空室、はい、状況を見てないっていうのが多いじゃないですか。はいはい、でも実際に行ってみたら、ちょっとクリーニング甘かったり、うん、そうそうそうなんです。ありますよね。うん、とか、うん、もうちょっとこう、発展的に見ると、こう、想像力を働かせて、うん、ここになんか、例えばここに鏡ついた方がいいんじゃないかとか、うん、アイデアが出てきたりするんですよね、うん、実際に現場に行くと。うん、はい。そういう意味では、その、もちろん、おもてなしとかね、気持ちの問題もそうですけども、現状を見るっていうところ、すごい大事かなと思ってます、ねうんうんうん。現場を見に行くっていうところですよね。はい、うん。だからまさに、渡辺さんおっしゃるように、経営力を判断するね、うん、指標になると思いますよね。うんうんうん、そうですよね。意外に、やっぱやってる人少ないですよね。意外にない、意外というか、ほとんどないですよね。こんだけ言われてるのに、うん、そうなんですよ。ほとんどいないっていうところ。ともすれば、その、不動産屋さん持ってくからいいだろうとかっていう方もいらっしゃるんで、うんそういう問題じゃないんですよね。そういう問題じゃない。そういう問題じゃないんです。そうそう。はい。
なので、ぜひですね、皆さんがこうね、それを実行して、スリッパを置くってことも実行する。まずですね、でそれをやっぱりお子さんにも、そうですね。スリッパを置くことが、どんだけ重要なんだよっていうことを、まあ、伝えてもらうっていうところも、うん、確かにそうかもしれない、ね、はい。大事かなと思ってますよね。そうですね。そこが第一歩かもしれないですね。うん、そうそうそう、第一歩。まあ、人体経営をね、覚えていくっていうかね、その中ではですね。うん、そう。なので、ぜひ、ね、そこも含めて、はい。お子さんに伝えていただければと思います。はい。はい、ということで、はい、ありがとうございました。